はあ、というわけで今日はこの軍艦デッキをね、新しいパックで追加されたから使っていくぜ。通常モンスターのね、サポートが、このシャリの軍艦がね、通常モンスターだからその辺を入れつつ、さらに特殊召喚しやすいね、シターナとか、まあサモンプリーストでイクラを持ってきたりとか、そんな感じだ。さらに神も入っているぜ。はあ、神の力を見せてやるぜ。さらに寿司も握っていくぜ。さあ、行くぜ、デュエル。さあ、予想外なかなか悪くない手札だ。さあ行くぜ、魔法カード。予想外、場にモンスターがいないときデッキからこいつを特殊召喚するぜ。はあ、シャリッチョ。さらにレッドリゾネーター効果発動。手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚するぜ。さらにサモンプリストの効果、手札を1枚捨て、魔法カードを捨てることでデッキからレベル4モンスターを特殊召喚できる。いけ、イクラの軍艦。さらにイクラの軍艦の効果、1、2、よし、シャリが来た。よし、こいつはかなり上振れて、2枚来た。2枚来たぜ、シャーリ。さあ、これでモンスターが5体。さあ、行くぜ。俺はレベル2のレゾネーターにサモンプリーストをチューニング。コーラルドラゴン。さらにレベル6の、レベル4のシャリに、レベル6のコーラルドラゴンをチューニング。さあ行くぜ、フルールドバロネス。さらにシンクロ召喚したコーラルドラゴンが墓地へ送られた時、カードを1枚ドローするぜ。さらにレベル4だから寿司を並べておくか。さあ、シャリとイクラで握ってやるぜ。同級軍艦イクラ型1番艦、さらにシャリを素材にしたことでカードを1枚ドローするぜ。さらに俺は軍艦どころ回線フィールド魔法を発動してターンエンドだ。理想的な回り方をしているぜ。さあ、俺を倒せるかな。バロネスの効果は使わないぜ。なーに、ハーピーの羽巻き、これで俺の店が。だが、まあ店はいいや。まだね、妨害は止めれるが、ここじゃないぜ。なーに、カードをセットだと。1枚、2枚。はあ。なーに、4枚。何デッキなんだ ?DD ダイナマイトか。だが俺にはこのカードがあるぜ。俺のターン、取ろ。さあ、お返ししてやるぜ。ハーピーの羽根動き、伏せカードをすべて破壊する。なーに、墓穴の指名者。だが俺の墓地にシャーリーが何、コーラルドラゴンか。まあ、こいつは別にいいぜ。はあ、粉砕玉砕大喝采スキルドレイン、スキルドレイン雨の天気カードか。なるほどね。だが、さあ行くぜ、バトル。俺は、イクラ。さあ、イクラを素材にしていることで、こいつは2回攻撃ができるぜ。さらに、バロネスでダイレクトアタック !300。メイン2、さらに俺は、イクラを素材にオーバーレネットワークを構築。ガンダムだと。はあ、ターンエンド。バロネスの効果は使わないぞ。まだ無効効果を使っていないからな。カードをセット。さあ、これで終わりだ。俺のターン、ドロー。バロネスの効果は使わない。さあ、ダイレクトアタック、俺の勝ちだ。やったぜ。さあ、俺は貴様の場のモンスター3体を生贄に捧げ、あー、これは卵の軍艦を召喚するぜ。卵を粉砕ちょっとお口に合わなかったようだぜ。うわー、さあ、行くぜ、デュエル。はあ。さあ、なんとも言えない手札だが。なーに、エクレシア。さあね、フルルドリス。これでなんか効果をなんか使ったら飛んでくるやつだ。ドロー。よし、いいカードを引いたぜ。
ハービーの羽ぼうき。粉砕。サンダーボルト。さあ、場を一掃するぜ。粉砕。さらに予想外を発動。なーに、増殖する G。はあ、寿司屋にゴキブリとは。ご法度だぜ。ハーカーナ、除外させてもらう。対策はね、はあ、衛生面ではバッチリだからな。さあ、行くぜ、俺は。シャリの軍艦を特殊召喚。さあ、行くぜ、バトルフェイス。シャリでダイレクトアタック。俺はカードを1枚セットしターンエンド。なーに、こいつはなんかエクストラデッキから墓地へ送るやつ。はぁ、なに、ヌートースだと。これで俺のシャリが破壊されちまう。さあ、どれを破壊するんだ。さすがだと言いたいが甘いぞ。気まぐれ軍艦握り。さあ、デッキからランダムにネタを選んで手札に加えるぜ。はあ、イクラを手札に加えていくぜ。さあ、モンスターをセットか。さあ、行くぜ、俺のターン。ドロー。さあ、行くぜ、俺の場にシャリがあることでイクラを特殊召喚するぜ。ほい。さらにイクラの効果でデッキの上から3枚めくり、シャリがあったら特殊召喚できるか。うらら。はあ、ならば俺はレッドリゾネーターを召喚。効果発動。ほい。手札のサモンプリーストを特殊召喚するぜ。さらに、さあ、イクラとシャリでエクシーズ召喚。ド級軍艦イクラ型1番艦、さらにシャリを素材にしたことでカードを1枚取ろう。なーに、フルルドリスだと。確かにエクストラデッキから出したからな。攻撃力は確か2500だが、カードはドローできるぜ。はあ、ならば俺はレベル2のリゾネーターにサモンプリストをチューニング。行くぜ、コーラルドラゴン。さあ、効果を発動するぜ。手札を1枚捨て、卵の軍艦を捨てて、フルリドリスを破壊。バートルフェイズだ。軍艦でダイレクトアタック。エクレシア、なーに、ま、バカだ。破壊されないだと。エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターとの戦闘では破壊されないだと。なーに、破壊できない。だが、戦闘を行ったことで俺の寿司は究極形態に進化するぜ。ガンダムだと。やってみせろよ、マフティ。ターンエンド。さあ、最高の寿司を食わせてやるぜ。なーに、これは楽園開幕だと。デスピアか。これで多分アルベルが出てくるやつ。さあ、楽園魔法カードをサーチするやつだ。さあ、どこで撃つか。さらに、悲劇のデスピアンの効果でなんか、ボイツか墓地を送られたからなんかサーチするやつだ。ドラマトゥルギアが来ているぜ。さらに、楽園劇場デスピア、何、融合ができるのか。ここで撃っとくか。ガッダーム。さあ、劇場を破壊するんだ。これで融合はさせないぜ。さらに、コーラルドラゴンが墓地へ送られたことでカードを1枚ドロー。なーに、これで、なに、融合だと。光と闇。楽園竜アルビオ。さらに融合だと。
エクレシアとデスピアンで何？これでデスピアと光属性、つまりデスピアンクエリティス2500だと。だが俺は最後の最後まで諦めないぜ。気まぐれ軍艦握り。さあ墓地の軍艦3枚をデッキに戻し、カードを1枚ドローするぜ。俺のターン、ドロー。モンスターを守備表示、ターンエンド。だが、やつの手札も0枚。多分、このターンはしのげるか。なーに？レベル8のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。なーに？リンギルスだと。なんか墓地へ送るやつだ。だが、攻撃力は2600。うぅー！だが、俺のライフはまだ残されているぜ。最後の最後まで諦めない。俺のターン、ドロー！シャリーチョウ！これでオットワイズ・アブソリュートかな？ビッグアイ何ねとんね、俺のシャリがパクられる。うちの伝統のシャリが。シャリ同士を相打ちさせるだと。ならば気まぐれ軍艦握り。さあ俺はイクラを3枚選び、イクラを手札に加えるぜ。シャリが相打ちだと。だが破壊されたことで天衣類シターナの効果を発動。こいつを除外することでシャリが蘇るぜ。さらにビッグアイを破壊。これがね、俺のシャリの力だ。たとえね、奪われても、魂までは奪えないぜ。ドロー。さらにシャリを召喚。さらにシャリが場にあることで、イクラを召喚するぜ。シャリとイクラでオーバーレイ。ド級軍艦イクラ型1番艦、さあ効果を発動するぜ。シャリを素材にしたことでカードを1枚ドロー。さらに2回攻撃ができるぜ。イクラを素材にしたことでバトルフェイス。イクラでダイレクトアタック。この攻撃が全部通れば俺の勝ちだ。さらにイクラがダメージを与えたことでフィールドのカード1枚を選んで破壊できる。ダイレクトアタック、行くぜ、シャリでダイレクトアタック。はぁ、俺の勝ちだ。これがね、はぁ、うちの魂の寿司だ。よし、なかなかいいんじゃないか。手札がね、これでさらに。軍艦どころ回戦。さらに、阻害！寿司。さらに寿司が出たことで、俺はデッキの上にイクラを置くぜ。我が名はアーテム。イクラ。さあこれで神を呼ぶか手札に加えることができる。俺はオーベリスクの巨神兵を手札に加えるぜ。リゾネーター、イクラの軍艦を特殊召喚するぜ。さらにイクラの効果で3枚めくってシャリがあれば特殊召喚できる。ふう、なかったぜ。こいつを出す手もあるが、よりね、モンスターを並べるのが重要と見たぜ。バーグースか。というわけで俺はこれでターンエンド。さあこれであと1体生贄が揃えば神を召喚できるぜ。なーんだが、
効果は無効。トリックスターの効果、キャンディナの効果は無効だぜ。トリックスターデッキか。だがキャンディナね、マンジュシカとかをサーチさせなかったからドロー。よし。なーに、威嚇する方向で。なるほど。無効というわけか。さあ、エクシーズ素材を取り除いていくぜ。俺はモンスターをセット。ターンエンドだ。さあ、次のターン、俺は神を降臨できるぜ。カードをセット。当然、バグースカがいるから動けないはずだ。さあ、俺のターン。ズロー。何、威嚇する方向。さらに攻撃ができないが。さあ、エクシーズ素材を取り除くか。だが、貴様に神を見せてやる。俺は3体のモンスターを生贄に捧げ、オベリスクの巨神兵降臨。だが、このターンは攻撃はできない。ならばターンエンド。さあ、神を倒せるか。小娘ごときで、この神を倒せるとでも思っているのか。何エンドファイズ、なるほど、攻撃表示にすると確かにダメージを食らうからな、ドロー。さあ、行くぞ。俺はサモンプリーストを召喚。さらにサモンプリーストの効果で手札の魔法カードを捨てることで、デッキからレベル4モンスターを特殊召喚できる。俺はイクラの軍艦を召喚。さらに回線の効果でデッキの上に、シャリオーク。さらに軍艦のイクラの効果で、デッキの上からカードを3枚めくり、シャリだったら特殊召喚できる。シャリだったから特殊召喚するぞ。さあ、行くぞ。俺はレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。イクラ。さらにイクラを素材にしたことで、イクラの軍艦は2回攻撃ができる。さあ、バトルだ。シャリで攻撃。イクラで2回攻撃。さあ、これで終わりだ。オベリスクでダイレクトアタック、ゴッドハンドクラッシャー。粉砕玉砕大喝采。これが神の力だ。というわけで、今日の最強カードはイクラの軍艦。場にシャリの軍艦があると特殊召喚でき、カードを3枚デッキの上からめくってシャリがあれば、さらにね、特殊召喚ができるぞ、シャリを。この軍艦どころ回線でイクラの召喚時にデッキトップにシャリを仕込んで特殊召喚とかして、さらに、このイクラのね、軍艦、イクラ型1番艦につなげることで、ドローをしつつ2回攻撃もできる。さらに攻撃した後にガーデウスに繋げるのがより強いぞ。さあ、レッドリゾネーターとかのチューナーもいるから、244でコーラルドラゴンを出しつつバロネスを出せばドローをしつつバロネスを立てることができるぞ。さらに余裕がすごいあれば、交差する魂とかで相手モンスターを生贄にしたり、場のモンスターを生贄に神を出すとより盤石だ。今のところね、寿司というか軍艦はいくらしかないけれども、ウニとかね、シラウオが多分来ると思うんだけど、もうちょいしたら。いくらだけでも割と展開力はあるからな、その辺で使って、とりあえず、いくら専門店を開業するのも悪くないぞ。